内野安打が出ました。バントヒットです。結局はね、最後の仕上げにフォークで手こずってるんですよ、なるほど。ですからそのボールの確率は上がってくると思います、はい、まだ今のところ見られてませんね、今日は全然そんなのは気にする必要ないと思いますね。そうですか、こういうことですね。さすがベテランですが、あ、切れません。可愛い味のある内野安打、バントヒットです。なんかプロって感じがしますね、今のはね。坂口さんやってきましたね。まあ、ツーアウトですけどもね、やっぱり気分よく投げさせる必要はないわけで、はい、だから何かこうリズムを変えたかったんでしょうね、ボールは内側です。